皆さんこんにちは、夏画廊の江夏です。今日はこのお花の一枚をご紹介したいと思うんですけれども、お花の作品というと、いわゆるこれは絵画のジャンルでいうと、生物画と言われるジャンルになるんですね。生物画というのは静止した自然物ですねを表現するときにその生物画というんですけれども、こういったお花だけの場合もあれば、例えばお花と果物であったりとか、もしくはお魚があったりとか、こう結構組み合わせによっていろいろなんていうか表現が生まれるんですよね。あとはアクセサリーであったりとか、なんていうんですかね、こうもうすごいそのバリエーションがたくさんありますし、またその構図の取り方、どういう構図で、その生物画を表現するかっていうので、またですねこれがすごく奥深いんですよ。もうさまざまなこうメッセージがありますので、ちょっとですね、今回は本当に純粋に、お花と、花瓶という形で、楽しんでいただければと思います。今日の一枚の楽しみ方なんですけれども、3つのポイントがあります。まず1つ目に、毎回こちらで1枚の絵画をセレクトさせていただきますが、今回はオリビエ・トラモーニさんの、ブーケの作品を選ばせていただきました。そして、2つ目に、こちらの絵画をですねこの動画の後半で約1分間、リラックスして鑑賞していただきます。そして3つ目に、この絵画から感じたこと、気づいたこと、もしくは疑問に思ったことなどを、ぜひコメント欄に書き出していただきたいと思います。この動画の目的は、皆様の観察力や洞察力を高めていただいて、より皆様の、世界観を広げていただくことを目的としています。毎日ですね、こちらの、動画を楽しんでいただくと、知らないうちにですねいろんなこう視点というか観察力がつくと思いますので、ぜひ継続して続けていただけたらと思います。例えば、お花の生物画といっても、様々な楽しみ方ができるんですよね。まずその、全体のこう色彩から来るイメージ、であったりですとか、例えば花といえば、花言葉という言葉があるくらい、そのお花の、それぞれが持つ意味みたいなのもあります。実際にはですねこう花をなんかどういうお花が飾られているのか、よくわからないような感じで、描かれる場合もあったりします。実はこのお花一つとっても非常に奥深い、見方ができますので、ぜひですね今回は、このブーケの作品から、皆様がこうどういった印象を受けるのか、何をこう想起させるのか、そんなことをですねちょっと楽しみながら、この一枚を楽しんでいただけたらと思います。それでは、約1分間の鑑賞タイムをリラックスしてお楽しみください。